東京国立博物館後、中国の始皇帝に行ってきた。個人が何回中国へ行っても決して切れないすごい内容、意外に空いている。いや、中の時期のせいで行きにくい人が多いかもしれない。行かないと、後で必ず後悔する。お客の大部分が韓国からの団体客だった。東京観光コースに入ってるのか、台北の子宮博物館より充実、台北の子宮博物館より充実しているなら、見に行くか、電力品と出土品は全然違うんだが、目欲しいのは、調達区籍が全部台北に持って行ったんじゃないの。W、今回はパスポートのマス一つで中国と出雲を見れるので、東広島も少し足りないと思ってるのかも。見に行けた人はラッキーって、思うしかないのは悲しい感じだよね。特に青銅器系の展示品は、旧家と改善の時期のものがすごかった。逆に春秋以降の戦乱物遺物の方が、簡素で装飾も弱々しい影に見えて、その時代の流行や戦乱物技術の対抗を感じかねない。あれって対戦物の出土品がメインだから、宮の様な宝物系とは違うと思うよ。確かに兵馬俑みたいなメジャー系もあるけどそっちじゃないかな。すごいイメージ。中国の歴史知らないで見に行ったのか。ただ県の人、国宮の音声ガイド目当てで行った。それ、多分作り話。大抵のは展示物が偏りすぎ、かっこ時期だらけ、白菜と、超絶技巧の増減はすごかったけど、大陸から来た観光客の集団がうざすぎ、まっと来て、まっと去ってく、まさに今の集団、韓国に旧文物をあんなに貸し出してくれそうにない。大抵の子宮はもちろんすごいんだよ。ただし、一部に展示するのはほんの一部。当然、ネットで展示物を調べながらタイミングを見ていくと、最高の場合は良い。ただし研究し尽くされている。現在、中国は何回発で遺跡が次々と出ている。それを地方の博物館が保存している。中国史が書き、改められている。中国中の博物館は誰も訪問しきれない。それが集中して集められ、展示されている。信じられないような機械だ。作り話じゃないよ。膨大な量物を生鮮して南千宮大帝だから、著者は名品大量に貯蔵してるけど、展示期間厳密に管理してるからまとめて見られない。それで時期だらけだと思ったんだろう。出雲狭くて込み、特別展に騙された。おまけレベルだろ。島も混んでるしよ。島の混み始めたのか。今の業務区間の政治や国民意識の見学状態では、まず見事に今国内で同様の展示を再見に来るとは思えないからな。そこら辺に気づいた人が急いで見に来てるんじゃないのかね。終わりに近づくにつれ込むよね。出雲展が11月25日日曜で終了だったから、まさに駆け込み需要で混んだんだろう。中国展かっこ一般1500円の切符を買えば、出雲展かっこ一般800円の方も同時に見れたんだから、今後は同じ値段で中国展のみの観覧になるから、ちょっとはまた落ち着くのでは。中国展に行ったけど、本当人が少なかった W、内容には満足かな。ストレスなく存分に鑑賞できた。食やその宝物が独特で面白い。ラスボスの仏塔も必見。スタンカーメンのところ点押し出し状態に比べたら、ほんとゆったりと鑑賞できるよね。食やその宝物が独特で面白い。生徒はいけるかもしれないが、その慶州博物館は行こうと、しばらくとてつもなく大変。それを持ってきてくれるとはありがたいことだ。年明けには大正しの点なんだな。随分力の入ってること、まあ時期が最悪だったな、かっこ。そもそも事前の準備段階では W、こんなことになると思ってなかったろうしな。本来は40周年って記念の年だったんだし、あと相手先から貸せないとか言われない限り、契約もあるだろうからこっちの都合では中止。もうできないんだろうね。こっちの都合 W。だって次の展示会ももしかすると、入場者は少ないのに毎日の荷物検査は必要とか、見返り薄くて手間ばかりかかることにならないかね。日付変わって昨日の6時過ぎに行ったらかなり空いてた。中国展、特別展、中国、王朝の死亡10万人達成。そんなに言ってるか。中国に金払う余裕があったら、日本国宝展もあれ、あの国のことだから、ひょっとしたら何点かは偽物かもしれない。本物の日本の国宝をもっと展示しろ。来年もなんだかなあの特別展ばかりだし、しばらく東博には行かないぞ。ほら、代わりになると京都には数回行く計画だ。大吉行き展は見に行かないの。大正しのなんて神秘ないわけだし、まだまだ見に行く価値あるのかね。W、こういう展覧会の事前準備は数年前から始まってるから変更しようにもできないんだよ W。それに日本の国宝展だって、じゃこっちで手、右から左にパッとは始められないだろう。まあ特別展じゃなく常設展もじっくり見直すとか、別の方法を考えるのも一向では、偽物じゃないけどレプリカなあってショックだったね。物が物だからしょうがないんだけどね。東大層の墳墓に服装された断定始めがあるなら、ぜひ見に行きたいのだが W。日本未来の塔、かなり聞こえでしょう。日本は2発の原爆によって軍国主義から抜け出した。左翼の歪んだ歴史認識、原爆投下を正当化する恥ずかしい人間、偽善者、売国奴、こいつのせいで世界の宝が失せたと思うと怒りが湧く。クソタリバン並みのバカ。所詮国的の遊牧民族のゲスな血筋。中国王朝の死亡って込んでますか。日曜日に行こうと思うんだけど、空いてるみたい。ありがとう。中国社会科学院考古研究所からの出品物というのは、普段はあちらで公開展示されてないものなんですか。その答えはわからないけれど、今回の出品品の所蔵館に北京や上海の博物館の名前がない。北京博物館の品を管理している組織かもしれない。地方で取り込んでしまうのかもしれないけど、中国社会科学院考古研究所から首都博物館代表同作各本事前何時って書いてあるから、他の博物館との共同企画展での展示はするみたい。東京国立博物館東洋館リニューアル企画展が終わった後、半券保つってれば半額で通常展も見られるって、どうしてチケットに書いてくれないんだろう。毎回 HP で確認しないといけないの面倒くさい。別の日でもいいの。中国の見た後、出雲は別の日で OK だった。へえ、そんなサービスがあるとは知らなかった。このサービス情報を知ってるけど、期間が短いから使いそびれること多い。シアターは有料になるみたいですね。来年の正月は行けそうにないので、見た方がいたら感想を教えてください。5日に行く予定ですが、有料になるんですね。気軽に見れなくなるな。パスポートでも割引してくれるのかな。少しばかり払ってもいいな。500円は高い気がする。夏頃から雰囲気が変わったんだよな。アンケートには、無料なら見ないと回答を続けていたので、有料化は断念。音声ガイドの500円よりは、コストパフォーマンスが良いような気もするけど、意地を張って絶対有料では見ないつもりだ W。思い通りになったのは断念なのか。無料なら見ないイコール有料化すべきっていいんだよな。あはは、元で間違えた W。俺もアンケートには、無料とか100円とかしか書かなかったんだが、席数、上映日増やして有料化、しばらくする。行方に守るは、常設当日券で100円引きってことは、パスポートや特別券チケットじゃ安くならないのな。地味に嫌だな。後場所も資料館から東洋館に移動か。これで資料館などの道も開いてくれるようになれば納得できるから。平日だけと会期辛すぎる。ここの資料館は、図録の開花は耳術館のライブラリーに劣るけど、木の要とか確実らしいは開花にあって結構便利。俺のスマホにアプリを入れたよ。見てから行くか、現地で見るか、どっちよい。明日は常設が無料になるのだっけ。無料は東京博物館だったような。東京は博物館とかイベントがいっぱいあって羨ましいな。本当だよ。今から不快な思いをすることも多いけどね。東洋館に行ってきた。綺麗になってかっこいいエレベーターができてた。展示内容はアジアの技術を外観するにはいいのかな。ただ展示品はかなり貧弱。東アジア以外は東広し。というよりそもそも日本にあまり所蔵されてないからな。あっても民間だったりするし、植民地とか侵略してないから欧米に比べて見劣りするのは仕方ないか。オープニング記念なのか中国商の展示は国宝シメフに並べて気合が入ってた。ミュージアムシアターのライオン陣は悪くないけどこれに500円とか400円払ってみる価値があるかというと首をかしめてしまう。明日までは無料だけど整理券は朝のうちに最終回分まで速攻なくなるので注意。どっちかといえばこっちの方が見たかった。ところで紅白フェオーズの展示ケースのガラスに口紅をべったりつけたばかは誰だ。シアター有料か。客が減るな。金取るだけのもの作ってくれよな。あそこで何かに眠りしたことか。今月上落するので、京都でパスポート買えば安い。と思ったらよその特別店は2回までだと。東京で買うのが結局よさそう。今更だけど、長谷川など白店のキャッチフレーズ、絵師の正体を見た。は、絶妙にうまいと思う。さらにうまいのが社楽店の役者は揃った。ここら辺のコピー考える人ってすごい才能あると思うな。やっぱ東京は人も多いし混むのか。でも、美術館や博物館の数や展示数が別格だよね。上京して東京や首都圏に住めたら、一年中楽しめる自信がある W。いいな、一年中楽しめる自信がある。その前に先立つものがいるけどね。まあ、それが十分にあるなら、楽しめる自信はあるだろうよ。でも、それがないのなら、悪いこと言わない。島根県だか佐賀県だか、知らないけど、とっとと悩み引っ込んでるよ。何言ってんだか。田舎ではなく悩み引っ込まねばならんのか。美術館巡りなんだ。趣味カテゴリー中、むしろ全然金かかんないものだろう W。入場料、電車賃、昼飯代くらいだろ。確かに、金は他に比べたら全然かからん。しかし美術館飯が意外に高い時がある。2000円近くもする昼飯は食いたくないんだよ。科学美術館の売店を見習ってほしい。東広島の前庭のベンチで買っていったパン感じるとか、今の時期は寒いけど W。まあ基本的に博物館の中では食わないで終わってから上の脇場あたりで食べてる。まあ金はかからんし、面白いしで、最高の趣味だな、かっこ。東洋館のリニューアル前に1階の外側で売店みたいなのがあったけど、またやっているのかな。西洋圏は高そうだし、東広島見物の後、神保町に行ってフルホンダを冷やかした後カレーを食うのが、俺の散歩コースかっこ、まあ、ないだな、かっこ。俺は楽
3年生だな。谷中銀座の弁当が安い。チケットはいつも御徒町の大室屋あたりの陳建で買う。もちろん評判が高い展示の場合は前もって購入してから行く。午前中観覧の場合、お昼がやはり楽しいですね。時には浅草まで足伸ばして、ウイング前の一杯飲み屋で牛もつをつきながら、ホッピーなんていいんじゃないかな。かっこ笑い。東広市で十分に審美眼を養った後は、秋葉原でけしからん服装をした娘たちを鑑賞して、日本の行く末を招く。いや、最初から秋葉行くことないじゃないですか。かっこ笑い。それに鑑賞している時点でそれ目当てだってバレバレ。行く末を招くと言いますが、彼女らのファッションがクールジャパンって言われて海外で高い評価を受けているって知ってます。で、海外からの観光客を秋葉に引きつけて、現実日本は外貨を獲得しているわけですよ。本当に審美眼を養っている人なら、巷に溢れる風俗にも目を見出すはずじゃないのかな。それを一方的にけしからんというのは、実は何も分かっていないというのか、見る目がないというのじゃないのかなと。ジンの川元に何真剣にレスしてんの。ふ、またつまらんものを切ってしまったものよ。かっこ、ゴエモン風、冬休みはいつ終わるのかな。アシュラとかキワキ上川津の見に行った時は、上野を東広市間が長く感じてじれったかった。ところで博物館に初詣と東洋館リニューアルオープンのポスターにいる男の人って誰？4時間待たせるからおかしいんだよ。博物館側の普天間じゃん。実際、4時間待ったんだよね。ま、普天間といえばそうだけど、それだけの人数が殺到したわけだ。俳優のあらかでしょ。後期の2600年正倉院の仏公開、古筆かっこ、超よくわかんないけど、入り口で大混乱があったとかなんとか、去年のキワキ上川津の時は、おっさんたちが、おい、早くしろよ、って怒鳴っているのが聞こえて、自分もつい早くしやがれ、って係員に叫んだ。上品ぶったまで、下品に怒鳴ることの爽快さと言ったらないわかっこ、笑い。私が並んだ4回で、怒鳴っているような下品な連中は一人もいなかったな。あれからもう1年経つのか、キワキ上川津は偉い混んでたが、青山杉屋では偉いすぎてたな。周りがわからんくらいに意識が朦朧としていたんだな。少しは足腰鍛えろ。4回も行くなんて、女にモテなくて他に行き場がないのが見えねえだ。ラフやって整理券の仕組みも知らんのか。コメントな、あんたのやる気さを見事に物語っているな。整理券、売っているやつもいるぜ。大神社店までは、東広市に行く用事はないな。大吉行きや円空なんてわざわざ見に行くこともないし、円空店、一昨年に埼玉で大規模な展覧会があったばっかりだし、わざわざ東広市である意味がわからん。館長が変わってから、特別展がつまらなくなった。お前らって常設展には興味ないの。長男って1ヶ月でほぼ全て入れ替わるから毎月行っても見るのが大変なんだな。常設につきにペースで通うのは当然です W。入れ替わりの激しい注目書は、東洋館じゃなくて本館に展示してほしいな。特別展の W。それあればこそ、ニーニアトンが成り立ってるわけで、長はどのように楽しめばいいのでしょうか。私も月2回くらい静岡から通ってるのですが、どうもよくわかりません。興味がわからないものを無理に見ることもないと思うが、見て何かを感じたらそれで十分だわな。書については、1089ブログの超楽しむというシリーズを読んでみては、記事が新しい順に並んでるので、最後のページの一番最後が第1回になってるよ。ボランティアによる本館ハイライトツアーに参加するのもいいと思う。その楽しみ方について補足。以前、美術館賞委員会にも書いたんだけど、島谷副館長の講演会で教えていただいたことを書いておくね。超読めない人にはわからない人にはてもつまらない人にはない。となっている人が多い。思い切って読もうとするのをやめてみてはどうか。かっこもちろん、読めるようになればもっと面白い。自分の名前に使われている字を探して、よく見て、写してみる。俺は羊も目で追ってみるようにしている。羊のわからないものもあるけどね。かが、かっこ日本語については、改めて楽しみ方を問われても答えにくいんだけど、ありきたりな言葉で言うと、気に入ったや面白そうな絵を時間をかけて、じっくり見てみることから始めてはどうかな。かっこ他の人の迷惑にならないように、しながら、離れてみたり、近づいてみたり、隅々までよく見てみると何らしかの発見があったりする。で、その作品の作者について調べてみたり、その人の他の作品が関係する人の作品も見てみたり、知識が増えると楽しみもだんだん増えてくると思う。自分も書の楽しみ方わかんないから最近は絵としてみてる。草書略図指示は筆のリズムや全体のバランス、楷書、ヤフォントのような文字は、これが匠の技とか適当に解釈してみてる。書もとりあえず有名な作品も見てみるとか、昔風の部長を見たら軸張りにすって下の方の字を小さく書いてあったので面白かったな。これも広森の筆の誤りなのかとダブル。いろいろ見ているうちに自分の好きな書が分かってくると思うし、自分は金は剣の書がすごく楽しそうで好きになったな。大正しいのを見たら書が分からなくなった。焼き物なんかもそうだけど通行人の名品になると理解しづらいものが多い。明らかに綺麗でしょ、豪華でしょ、丁寧でしょ、見たいのが分かりやすくて凡人の私には向いてる。九谷焼きやアリカ焼きならわかるけど、楽焼きやから焼きはわからないってやつかな。刀が全くわからんのですけど、誰か魅力を語ってくれんかな。ラインが美しい。刃文もたまらんの。大正しいののチケットが金券屋で600円で売っとった。そうそう、この趣味やっていると金券屋に頻繁に出入りするよね。新宿の東口とか神田のガード下とかの木を並べているのを見ると嬉しくなるよね。で、少しでも安い券見つけに、あっち行ったりこっち覗いたり、上野だと御徒町寄りの大室家とかよく行く。最近有料な書き込み少ないけど、一応貼っておこう。金券ショップで美術展のチケットをお安く入手よ。俺も第6室はスルーしてる。好きなのは3、15、16、18室。そもそも宅本。しかも魔王司会師からだもんな。あれで評価できる人って、普段並んでる刀剣、国宝だろうと締め踏みだろうと、俺も全然わかんない。なら、そんな俺にすら、大砲兵、すさまじいあれは、やばいカンパネ、俺の知る限り最近出してないのが残念だ。あと三日月のネチカとかいいかもダブル。通行人というより書のプロトタイプになってるから目新しさがない。普遍化されてしまった。なんか、その辺の書道なんだとかの人が書いても、あんなんじゃねえのという感想しか出てこない。自分は台湾で見たんだけど、大正しいのなんて新筆一個もないのに、まだまだ見に行く価値があるのか。ダブル、これを見とくと夏の魔王の書についても比較できるし分かりやすいと思う。去年から書の展覧会続いてるけど結構大胆な展開だよな。東博じゃないと客入らないよ。新筆がないからこその書に意味があるわけなんだな。円空展、初見で面白かったけど、話題になってないな。一昨年の埼玉でやったやつ、そんなにすごかったの？混んでなかった。俺も興味あるから行くつもり。北陸フリーパスで行った時、ものすごい中でも大切にされてるんだな。って感心したことがある。初日の午前中でそこそこ混んでいたけど、自由に動き回ってじっくり鑑賞できた。洋館の読みには国語力が必要ですね。かなであれば、1週間も勉強すれば読めるようになるよ。意味を取るには、ある程度この覚えないとダメだけど、面倒くさければ、重症なだと思って楽しめばいい。筆勢やバランス音程、ここんだに豪快だなとか、震えるように繊細だなとか、埼玉のは県内連内のものがメインとはいえ、170体くらいの大規模展示だったからね。まあ今回の名品が見れたからいいけど、図録はもうちょっと頑張ってほしかった。円空仏ってどこにでもあるからな。改めて見るほどかなとは思うな。大吉行き展示のチケット、今のところ上の界隈の金券でも1000円前後だな。人気はあまりないと見た。今度の土曜日に館内を3週ばかり小走りしてくる森。600円で売ってるのかよ。金券は新宿が安いよ。上の安さを求めるな。交通費考えたら、上の出た小高くても割に合う。かっこ常磐線住民、東広市の近くに金券ショップはありますか。かっこ都会在住、上の公園内にはない。アメ横の近くに数軒ある。日曜に新宿、かっこ超丸横丁で750円だった。上の山から買って同日東広市だと足使っちゃうやな。そろそろ大吉行き店だといただきたいところだけど、みんな土日休みなのかな。土曜は午後行く予定だけど、金券ショップの安さから空いていると見たな。新筆のないお正しの店なんかよりやるべこ店でしょう。今中国関連のものをまだまだ見に行くやつはそうはいないかも。かっこ大吉行き店は丸くはないと思う。プリンストン大学の上に乗る城だけでも見る価値がある。また大正しいもの面白い逸話を各所に愛して飽きさせない工夫をしてる。個人的には静岡県辰巳術館所蔵の池田にあり、南庭曲水辰山勝海図屏風を見るために前期に行くのがおすすめ。面白い逸話の方に期待してしまいますね。池田があの絵も期待するかな。あさって行くのが楽しみだ。今回もパスポートで大吉行き店と円空店の両特別店を印一つで見れればもっと良かったんだがな。前回の中国店と出雲店の様に大吉行き店のチケット買えば円空店はその日無料とかも。今回もあれば仲間も誘ってささっと見に行くんだけど、小出雲店と円空店じゃ集客力が違うから仕方ない。今後やってほしい展示会、野々村陣清志店から全作品を集めることは決して難しいとは思えないし、入れ替え展示をすることでそれなりに集客に込めるはず。金沢美術館やもは北村美術館とか所蔵品を貸し出してくれるだろう。書が全くわからないけど言ったよ。その差はよくわからなかったけど、479の言う通りエピソードが面白かった。それからどうしよう。成立の変遷も4世紀から7世紀まで並べてるのが良かったな。あと最後の方でいろいろな人の書が見られるんだけど、広島だしないでびっくりした。個人村の席ののがすごく良かった。これから行ってきます。レポできるかな。行ってきました。1時間半もありました。寮に乗るぞ。並んでいたな。大吉行きが書いた字のパターンはなんとなくわかったような気がする。エピソードのところはガチ
と真珠を巡る逸話で涙が出そうになった。これはトラウマになるだろうな。で、気がついた。今回の展示、博物館所蔵と日本各地の所蔵博物館からかき集めた作品が大半だよね。個人裏もあったけど、企画展としては比較的に開催しやすかったんだろうね。まあ、満足したけどね。ロンドンでの話、ロンドン島の宝石館で写真禁止を知りながら、こっそり宝石を取ったら、見てないはずのインド人警備員に呼ばれ、怒られ、強制消去させられた。ガイドブック、絵はがきも買ったな。写りが悪い。次に、VAA の A 王室のジュエリー店で、今まで他の部屋で OK だったから大丈夫だろうと思い、写真を撮った途端、係の女性に撮影禁止ですと言われたが、消去はさせられなかった。ロンドンは博物館入場無料で、寄付5ポンド以上お願いします。パンフレットは2ポンドです。と掲示して、箱が置いてあるな。みんな、あまり寄付してない。私は1ポンドを必ず入れた。10ポンド以内取られても入場するのに、博物館系は多いかもね。美術館係だと、首都圏で写真撮影 OK なのって、パッと思いつく限りではこれくらいだと思う。東京国立博物館、国立西洋美術館、東京国立近代美術館、東京都現代美術館、板橋区立美術館、横浜美術館、かっこいずれも常設または館がしなくてんかいサイトのに、他にあったとしても、これの2から3倍くらいの数止まりじゃないかな。あと松岡美術館も OK だっけ？私立では珍しいよね。写真 OK のコーナーを一角だけでも作っておけば、Twitter やブログで紹介する人も増えるのにな。建物の外観だけじゃ何し紹介もできない。結構知らないで見逃した展示もあるからな。円空とか縄文とか、本館の1階である展覧会は会場が狭すぎる。展示数少なくてもいいから、広いところに並べてくれればいいのに。出雲店はそんな感じなかったけど、円空は狭かった印象。平成館以前はどうしてたんだろう。情景館で特別展やったりしたのかな。平成館以前は1階を振る、もしくは一部を使って特別展をやっていた。情景館は埋蔵文化財の展示。あそこである特別展は音声ガイド300円並みで、情景館で宝飾の特別展とかやってたよな。情報ありがとう。そもそも音声ガイドって良いの？と現場でのアラーキー店で本人が語ってたので借りたことあるな。普段喋ってることとかわらん内容でがっかりした経験が、展示パネル以上のことは言ってないんでしょ。混みそうな展示会場では流れが悪くなるんで勘弁してもらいたい。情景館はエレベーターがつけられないんで、耐震工事が終わっても2階が展示に使われることはないんだってね。残念だ。パネルと内容全然違うよ。900円プラス300円なら安いかも。1500円プラス500円は躊躇するけど、中国店のキングダムキャラが喋るのは良かった。音声ガイドが終わるまで展示品の正面に居座るじいさんとか邪魔なのは同意。